さて、子育てを取り巻く現状や子どもたちの成長を見つめるシリーズ子どもの未来ですが、今日はですね、学校の先生についてです。福岡県は今年から教員免許を持っていなくても一定の社会人経験があれば採用試験を受けられるようにしました。背景にあるのは教員のなり手不足なんですが、先生を目指す学生の本音とは。長針と短針を読むことで何時何分が表せるようになります。この日、福岡県太宰府市にある筑紫女学園大学では教員採用試験の二次試験に向け、学生たちが模擬授業の練習をしていました。参加していた学生は全員今年採用試験を受けています。お願いします。二次試験の模擬授業はおよそ10分間。限られた時間の中で求められるのは、まずね、第一声が大事。声でやっぱちょっと弱いです。声やっぱきちんととか張っていかないと印象が、良くないです。想定外の質問に臨機応変な対応ができるかも大事なポイントです。先生、英語を勉強するのが難しいってどういうふうに言えばいいですか？Yes, English. So, what do you say? 難しい in English. Yes, difficult. 学生たちの将来がかかる教員採用試験。実は今、変化が起きています。福岡県の教員採用試験には、今年から社会人経験者特例制度が導入されました。社会人として2年以上働いた経験があれば、教員免許を持っていなくても採用試験を受けることができます。合格すると大学などで2年かけて免許を取得し、その後学校現場に配置される後から免許制度です。大学の時にその教員免許を持ってなくてもですね、そういった教育に対する思いといいますか、持っている方をですね、ぜひこの我々の世界の方に来ていただきたいと。またそういったですね、社会人の経験を持っている方を学校現場に入れるということがですね、その学校現場の多様性といいますか、そういう意味での この質の向上といいますか、そういった意味にもつながるなと思って入れた制度でございます。しかし、前向きな話ばかりではありません。免許を持たない社会人に門戸を開いた背景には、長時間労働などが要因とされる教員のなり手不足が。公立学校の先生には月額給与の 4% を基本給に上乗せする代わりに、時間外手当などは支給しないと法律で定められていて、定額働かせ放題とも指摘されています。こうした状況が続く中、福岡県の教員採用試験の倍率は今年小学校で 1.2 倍、中学校で 2.3 倍と過去最低に。人手不足は深刻で、県内の2割近い学校で合わせて200人以上の先生が足りていないといいます。数年前であればですね、こういった社会人のその免許を持ってない方までに実験機会を広げるというような発想はなかったと思うんですけれども、やはりここはこのそこまでですね、しなければ、まずこの数の問題がなかなか解決しないと。こうした採用をめぐる変化に先生を目指す学生たちは、そのいろいろな視点からものが見れる子どもたちのチャンスにもなると思うので、そのいろんな形の先生はあった方がいいなと私は思います。一方で複雑な思いを抱く学生も。あまり肯定的ではないです。この4年間を使って勉強してるし、実習だったり模擬授業だったり、いろんな対策をして教員になろうっていうところで、同じ舞台に
社会経験を積んでるからとか2年勉強したからっていうここの差はフラットになるとは思えないので。教育現場に詳しい専門家は、免許を持っているけれども教員教職についてない人非常に多い。ちゃんとしたペイをとかその待遇をきちんとする、環境を整備してあげるっていうのからすると、あのいや自分がなりたいとかやっぱ免許を取りたいっていう人がもっと増えるかなというふうに思います。小手先だけのただ人を埋めるっていうものでは最終的な解決にはならないと思います。実際国も教員のなり手不足に危機感を示し、処遇改善に向けた議論を進めています。先生を志す人たちをどう増やしていくのか、子どもたちの未来のために一刻の猶予もありません。はい、平子先生、このまさに教員の不足の状態で、まあ、様々な問題ということであります。まずちょっとこちらを説明してみます。はい、そうですね。はい、福岡県では今年初めて導入されました社会人経験特例制度ですけれども、はい、20代から40代の20人が教員採用試験にチャレンジをしているということです。はい、であの VTR にもありましたけれども、合格した人は大学などで2年かけて免許を取得しまして、その後学校現場に配置されることになっています。